全仏 OP 混合副部位の加藤美、スーチャディとのペアで芝大会初戦に臨むもストレート負け、女子テニス。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。女子テニスのリベマオープン、オランダ、セルトーヘンボス、芝、WTA250 は14日、ダブルス1回戦が行われ、加藤美、A、スーチャリー。 インドネシア組は V、クズモバ、スロバキア、T、ミハリコバ、スロバキア組に5-7、2対6のストレートで敗れ、今季芝大会初戦で白星スタートを飾ることはできなかった。前週の全仏オープン、フランス、パリ、レッドクレー、グランドスラムでは T、ポイツ、ドイツとペアを組み、出場した混合ダブルスで四大大会初優勝を飾った28歳の加藤。 スーチャリーとペアを組み、出場した女子ダブルスでは3回戦です。ソリベス、トルモ、スペイン、M、ブズコバ、チェコ組と対戦したが、第2セット途中で加藤がウォールガールにボールをぶつけてしまい失格に。その判定、そして判定に至るまでの過程が大きな話題と批判を呼び、加藤は大きな注目を集めることとなった。全仏オープンに続き3週連続でペアを組んだ加藤。 スーチャデ D 組はこの日の第1セット、先にブレイクに成功し、ゲームカウント4対1とリード。しかし、ここから4ゲームを連取され、逆転される。第10ゲームでは3度のセットポイントをしのぎ、ブレイクバックに成功する。も第11ゲームで3度目のブレイクを奪われ、先行を許す。続く第2セット、第1ゲームでブレイクを許した加藤、スーチャデ D 組。 直後の第2ゲームで一度のブレークチャンスを逃すと、第7ゲームで2度目のブレークを許し、約1時間20分で力づくきた。勝利したクズモバ、ミハリコバは2回戦で L、スティーブンス、オランダ、E、ベダー、オランダ組と対戦する、スティーブンス、ベダー組は1回戦で第4シードの V、クデルメトバ、L、サムソノバ組を7マイナス6、7マイナス5、6マイナス7、 5-7、10対8のフルセットで下しての勝ち上がり。テニス365、ネット。全仏失格の加藤美、女子ダブルス再出発で初戦敗退、リベマオープン。女子テニスのリベマオープンは14日、オランダセルトーヘンボスで行われ、女子ダブルス1回戦で加藤美、ザイマックス、アルディラスーチャディ、インドネシア組は、スロバキアのペアに5-7、2対6のストレートで敗れた。 先にブレイクして優位に立ちながら逆転で第1セットを落とすと、第2セットもいきなり第1ゲームでブレイクを許す苦しい立ち上がり。第7ゲームもブレイクされると逆襲できなかった。加藤はスーチャリーと組んだ全仏オープンの女子ダブルス3回戦で、ポイント間に相手コート側に打った球がボールガールを直撃し、危険な行為として失格に。失格を不服として四大大会側に提訴し、 他選手からも失格を疑問視する声が相次いだ。指針が一旦出した警告に抗議したことで批判を受けた対戦相手は反論する一方、テニスのプロ選手協会は、不当な判定と加藤用語の声明を発表する事態となった。失意を乗り越え、加藤はティム・プッツ、ドイツと組んだ混合ダブルスで自身初の四大大会制覇。 その後に自身の SNS で開始球直撃のボールガールと笑顔の2ショット写真を投稿し、あなたが元気でボールガールとしてボランティア活動を続けていると聞いて嬉しいと綴っていた。今大会の初戦を控えた前日、13日には SNS でグラスコートシーズンが始まりました。オランダでも多くの人が温かく迎えてくれて嬉しいですとし、芝の上をダッシュして転ぶ映像も投稿していた。 加藤美衣組は1回戦敗退、テニスのリベマオープン。テニスのリベマオープンは14日、オランダのスヘルトーヘンボスで行われ、女子ダブルス1回戦で加藤美衣、ザイマックス、アルディラスーチャディ、インドネシア組はスロバキアのペアに5対7、2対6で敗れた。加藤、スーチャディ組は全仏オープンの女子ダブルス3回戦で失格となって以来の試合だった。共同、失格となって、